右からヤヌキショーのクロス、離れていく加藤、折り返す、新潟先制、34分ヤヌキショーのクロスから、加藤が折り越して最後は川田、サイドチェンジでしたよ ね、まあ、加藤選手もよく届きましたし、はい、そのヘディングに対して、まあ、体勢が、ね、厳しかったんで加藤選手もね、あのニアにしっかり走り込みましたよね。開幕節のサヌキ戦以来となる今シーズン2ゴール目、矢野からのクロス、ね、佐藤の折り返し、はい、加藤選手 も後ろ下がりながらだったので、まあ、強いヘディングできないということで川田選手もニア走り込んだと思うんですよね、はい、よく合わせましたね。いいところにいいタイミングで入ってきました川田です。そして